呪いの神社、イクレイ神社から無事に戻ってきた土慶田門左衛門だったが、一つだけ悩み事があったのだった。城内には家来がおらず、悩まされていたのだった。そこで城内の寺へ参り、良い案をもらうことにしたのだった。お久しぶり。今日はどうされました？神主、ここで降りた相談があるんじゃがな、聞いてもらえんか。今回はちょっとは相談があっての、今軍が足りぬのじゃ。はい、軍が足りぬということは初めて聞いたのですが、今回あの真備の大雨洪水でのな被害で軍が足りぬようになってしまったの、ちょっと過小中で相談に来たんじゃ。そうなのですか、初めて聞きました。そうだね、ちょっと言うのが遅くなって申し訳ないが。そうですね、おそらく兵士の士気が足りぬと思われます。最近宿場町の方には行かれておりますか？宿場町の方にはまだ行ってない。なんかいい方法はないのかな。そうですね、おそらく軍備を確かめることが必要かと思われます。なるほど、ぜひ行ってみてください。分かった、参ろう。これから向かうぞよ、軍備があるところの。ありがとうございます。メイクちゃん。殿、来ましたね。来てよ、来たと。ここに我が軍が、我が軍の包囲網が敷かれてるということだな。学校のような感じですね。学校のような感じの。これが現代やな。どうなってますね。すごいな、これは。乗ったまま行けるんか。そうですね、なんかだんだんと音がしてまいってるわ。結構陽気な音楽が流れておる。すっごい見てますよ、兵士の。まあ、そりゃそうじゃん。士気が上がりますね。そりゃそうじゃん、士気が。俺でも見るわ、それは。ちょっとだんだん恥ずかしくなってきてるぞ、ほんま。すごいやつら、でもどっか見ても目立つしかね、もうみんなもう笑ってますから、笑っとるけども。もうとりあえずあのとことん引くしかないですよ。確かにそうじゃな。おう、我が軍だからな。我が軍の働きをよく見よう。まさと通り食いで本部管理中隊第一中隊すごいな。第一中隊は倉敷市、岡市、高岡市。見た時に使うのかな。なっておる。これで十分ですか。敵を十分蹴散らせると。これはかっこいいな。35mm。
和でありますようにということじゃ。自衛隊の鳥取特産品みたいなとかも。ちゃんと準備してます。あ、グッズが売ってある。グッズが結構かわいいグッズが、迷彩クマちゃんとかあるみたいの。なんかすごいいろんなものがあるみたい。なんか一般の人でも普段入れない。なんかイベントがあるって。うん、なんかイベントの時に入って帰るみたいな。今日は宣伝です。はい、そう、YouTube の撮影を、はい、どんどんあの宣伝してください。あ、はい、ありがとうございます。伸びていってください。サボの身から何でも取る、パンから何でも取ると、最近のパンとこういうもんで。いろんなものまで行って、ビニールテープまで行って。まあ、こういう中敷き。どうでした？あいにくの雨じゃったかの。日本バラのグッズの方は。バッチシじゃ、まあもう問題ないの、これで安泰じゃ。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。